自分のメイクが濃いのか薄いのかもしれないんですけど、なんか今日は普通ですね。なんかずっと欲しいアイシャドウがあったんですよ。それを姉ちゃんが持ってて、それを借りてやったんですけど、次の公演これで出ようかな。いいね、ありがとうございます。でもきっとこのメイクをしてこう、なんかさ目の形が嫌なんだよね。こっちがきっと漏れなくて、いつものメイクをするのがいつものルーティーンなんですけどね。シリンセーター当たったので久しぶりに劇場であなたに会えるの嬉しいのって、ありがとうございます。嬉しい、あんた、ありがとうございます。そう、昨日ミナルンさんの生誕祭をして思ったことがすごいあるんですけど、私が個人的に思ったことなんですけど、なんかミナルンさんのファンの方ってすごい優しくて好き的な方が多いんだなってすごい思ったの昨日。別に自分のファンが自分の応援してくれる方が別に悪いとかわけでもないし、みんな優しいし、あのファンの方もね、別に何もなんていうの、なんか優しくないとも思ってないんですけど、なんかその生誕祭ってやっぱさ、サイリウムとかはさ、色をさ、やっぱ昨日だったらミナルさ水色一色なのかな、あれ2本なのか分かんないんですけど、ちょっとでもなんかすごいずっと水色で、最後まで水色だったんですよ生誕祭。もうほとんど色を変えずにずっとミナルさんの色を振り続けてるところを見て素敵だなって思ったの。いや、もしかしてこれは K2 のファンの方がいいのかもしれないんですけど、もしかして自分もしかしたらですよ、例えばエナのファンの方が例えば昨日の声当たってましただとするじゃないですか。でそれでミナルさんのファンの方が変えないからずっと合わせるとかもあるかもしれないんですけど、でもそれってやっぱミナルさんがすごいなって思ったの。そうやって変えたくないって思わせるってわけじゃないですか、言い方悪いかもしれないけど、でもそれってすごいことだなと思って、だからきっとミナルさんがすごい素敵な方だからファンの方も素敵なんだなってすごい思った公演でした。だから自分の生誕祭でいつかそういう方が増えたらいいなって思いましたね。なんかすごい感動しちゃったの一人で、すごいなと思って、なんかその生誕祭時代に出たのがすごい1年多分きっと1年以上ぶりだったので、もしかしたら今のなんて言うんですか、公演少ない人数って言ったらあれですけど、入れる人数が限られてて、たまたまっていうかミナルさんのファンの方が全員入ったかもしれないし、それはちょっとわからないんですけど、生誕祭に入ったら生誕祭のメンバーをエナが見たことある、生誕祭までよ、なんか300人満席の生誕祭で、研究生の頃だけどね、なんか見てたの最初の曲は幕開いたところでなんて言うんですか、サイリウムを統一されてるのは知ってるんですよ。でも途中からやっぱ変える方っていらっしゃるじゃないですか、別に悪いと思わないけど、そういうのが、でももし自分のファンの方がそれをやっていたらちょっと悲しい思いをするんですよ。
幕が開いた時にね。だからそういうなんていうんですかね、言い方わかんないけど、なんかやっぱ統一してるのを見ると綺麗だなって思いました。別に誰が悪いとかいう話でもないし、まあ、だって見に行ったらそれは推しのサイリウム振りたいのは誰だって変わらないと思うんですけど、だから自分のファンの方がもし他の先輩方とか同期の生誕祭にあたって私が出てる公演でね振りたいってなっても、まあそこは気持ち我慢していただければって思いました。だからみなるさんはすごい素敵な人だと思いましたって話でした。もうスピーチ聞いてる時もマジ泣きそうになっちゃって一人で、そしたら隣で園田さんが、園田さん支えの時に泣いてて、でも最後だと寂しいよなって思う。生誕祭って、ユニットない、そう昨日さその劇場やってて、なんか泣いてる方がいらっしゃったの。そのみなる多分私が思ったことなんですけど、まあ勝手に考えてることなんですけど、いいねありがとうございます。久しぶりに劇場公演を見て感動したんだろうなって思ったんです。もしかしたら違うかもしれないけどね、って思うとやっぱ久しぶりに見ると感動するものってあるんだなってすごい思って、でもその自分のパフォーマンスを見てとか会えた、久しぶりに会えたって感動してくれる方ってめちゃめちゃ素敵な方だなって思うんです。なんか別に泣かない方が素敵じゃないとか言うわけでもないし、本当になんて言うんだろうね、でもさやっぱ感情豊かなんだなって思う。人ってそうやって会えて嬉しくて泣くとか、な自分もそうだけど泣き虫だしすぐ泣いちゃうから、あんまそういうこと言えないんですけど、でもなんか自分のために泣いてくれるって思うと素敵だなってすごい思った。ハートありがとうございます。なんかほっこりしますね。って思いましたね。次はシミンさんの生誕祭楽しみですね。あとありがとうございます。なんか自分の生誕祭やんだ時の記憶あるんですけど、なんか何話してたか全く覚えてなくて、何話そうってなりますよね生誕祭って。あ、全くノープランで考えて出てきた。私は生誕祭のスピーチ、さやの生誕祭出たいですね。出たいよさやちゃん。昨日も話してたんですけど、
生誕祭でメンバーのファンの方の違いとか見てよかな。ちょっとやだ、まだ1回しか出たことないから、その公演生誕祭に、そのだから今度見てって感じ。パパの手紙は持ってるよきっと。このね、ファンの方からもらった手紙ボックスと一緒に入れてるんですよ。で全部手紙、ここ3年ぐらいやってる手紙を全部詰めてるボックスがあるんですけど、そのボックスにパパのも一緒に入れちゃってるから、多分きっと探したら出てくるんですけど、わかんなくなっちゃった。探そうかな。無理だ、抜けない。見てください、私はこの箱にいっぱい入れてる歯ブラシが出てきた。見てください。何の便箋だったかも分かんないわ。明けましておめでとうとか出てきた。どこにあるんだろう。うわ、パックも出てきた。何してんの私は。 DVD もなんか入ってるの入れて、あ、これだきっと。違った、宝箱。私のどこにあんのこれ。これ違いました。大変です、探すのは。ちょっと今度探すね。あ、危ない。よいしょ、レターセット見つけたんだけど。この前さ、ゾウさんの生誕祭の時にレターセットがなくて買ったんですよ。そしたら入ってた。そんなことある、悲しい。でも可愛いの選んだんですよ、レターセット。ちなみにこの歯ブラシはあやが誕生日にくれた歯ブラシです。自分歯ブラシめちゃめちゃ持ってるんですよ、こういう簡易歯ブラシみたいなやつ。ここにいつもしまってます。歯ブラシボックスがあるんですよ。このパックはなんかもらったやつ使おうと。最近めちゃめちゃ歯が荒れてんだけど。いや、わかんない、なんか肌昨日見つけた。なんか昨日メイク落としたら肌にめちゃめちゃプツプツができてた。なんでだろうって思って、わかんないけど。かわいい、ありがとうございます。なんでみんなオルフェス知ってんの。メイクが違う。そうですよ、お腹が鳴る。今日めちゃめちゃお腹鳴るんですよ、なんでかわかんないけど。あと、ありがとうございます。実は前髪系良くなくない？昨日めちゃめちゃうまくいったんだよね。だから
今日下手くそ。あ、ブラントさんのソロ曲なんだ、すごっ。ちょっと全然知らないんですけど申し訳ない。昨日ブラントさんとも久しぶりだったし、ルカさんとも久しぶりだった。マシンさんはカラコンしてないです今日は。ラガン、これラガンです。かわいい、ありがとうございます。今日清楚か、なんかめちゃめちゃ清楚って言われるけど、これはあ、まだ言えないんですけど、とある時に来ました。かわいい、ありがとうございます。次久しぶりに出るのはゆきさんです。ゆきさん、ゆきさんと会いたいって永遠に言ってるんです私は。かわいい、ありがとうございます。なんか会う機会が一回もなかった。その前のトーク会の時に会ったぶりに会ってない、悲しい。なんか最近痩せたってめっちゃ言われるんですけど、なんで書かないけど、めちゃめちゃ嬉しいんです。見よ、今日のおしんさんのナイトルーティーンめっちゃ見てた。ご機嫌、なんかさ、あごさんかっけーみたい。なんでなんだろう、ここか、ここが。でもさ、ここのサラインがしてもさ、こっちについてるから意味ないんですよ。すっげー、ありがとうございます。おいしいものしようかないな最近。なんだっけな、ね、この前なんか食べた、あ、ローソンの餃子を食べました。この前みんなでめちゃめちゃ美味しいですよ。皆さん食べてください。レンジでチンするやつ、もちもち。ハートありがとうございます。え、そう、最近口角描いてるんですよ私。ちょっとでも口で描く見えるらしい。です、ありがとう。そう、神原のみんなで今すぐキスミを聞きに行ったんですよ、そのレッスン終わり。そう、神原みんなでご飯を食べたんですよ。あてのはほじ茶ラテが一番好きです。ローソンは3回聞きました。本当ありがとうございます。魚ありがとうございます。え、みょもれさん3回聞いたの。じゃあゆなも3回聞いてるから一緒だね。1回カミフレと行って、ママと行って、あ、2回パパとママと聞きに行ったんですよ。あ、家族で行ったわ。いや、わかんない、何回聞いた気がするのは気のせい。なので皆さん聞いてみてください。ミューレバーですっていうのがめっちゃ聞こえた。
すごいなって思いました。あと冊子かなんかにも載ってて、ローソンに置いてある、それをもらってきました。この前リップありがとうございます。なんかドキドキするよね、わかる。もうすぐあの交番表みたいなやつが出てるじゃないですか、なんていうのあれ、時刻表、そう、それを聞いて、あ、それを見ていくじゃないですか。だからめちゃめちゃドキドキしながら聞くの楽しみ。ダイヤモンドホール当たるかな、どうでしょう、楽しみ。あさって、あさってじゃない、7月ですよね、楽しみですね、私も楽しみですよ、ライブ。あ、そうなの、店内放送明日までなの、全然知らなかった。私から行きます、ありがとうございます。ツアー行けない分私から行けない、ありがとうございます。ツアー行けないの、そうね、今回配信もないからさ、見てくださいとも言えないから、またいつか見れる日を楽しみに。そう、私会もありますもんね。ツアー楽しみなんだけど、来月からでしょ、もう。まあ、平日なんですけどね。ミラーボールありがとうございます。ちょっと私は来月ちょっと焦ってるんですけど、新宿ライブ応募したけど当たるかな、きっと当たるでしょ、ワクワクですね。じゃあ本当に汗汗なんですよ、私来月ちょっといろ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 汗汗して、あれライブプラスお渡し会ってことなんよね。あ、そうですよね、ライブの後にお渡し会があってらしいですね、よくご存知、またテストなんですよ。ちょっと大声では言えないんですけど、ツアーの日とテストが被っておりまして、いや大変ピンチな状況となっております。私はファイトありがとうございます。まあそれで最近病んでたんですけどね、病んでたっていうかやばっと思って普通に悩んでた。なんかすごすぎてツアーめっちゃ金出てきたらめっちゃおもろいけどね。あと、ありがとうございます。それな、いろいろ重なる宿命なんです。私はなんかないことないもん。あと、ありがとうございます。なんかだからみんながいつも、あ、そろそろテストだなって感じ取ってる頃は忙しくなるっていう。ファイトありがとうございます。進路あるし、この1ヶ月 1学期か、だからちょっといろいろ頑張らなきゃって思います。代わりにテスト受けてくれるの嬉しい。リップありがとうございます。まあ自分で選んだ道なんですけど、ファイトありがとうございます。
言われるんですよ。なんか高校行ってのみたいな、全日行ってますって話をするとめっちゃびっくりされる。あ、そうだよね、いっぱいありがとうございます。この3年間な何らかと乗り越えてきたので、私はきっと乗り越えられるんでしょう。そう思いますね。ありがとう、みんなが褒めてくれる。頑張るね。そしたら偉いね。私は、そう、友達も最近めちゃめちゃ褒めてくれるんですよ。だから私は嬉しい、頑張ってるねって。そう、インスタとか見てくれるんですよ。その質問箱とかいっぱいめっちゃ入れてくれるんですよ。透明感をくださいみたいなやつをいつも言われる友達。あとね、なんかいっぱい言ってくれる、可愛いからみたいな。だからな、ご機嫌になりながら学校に行ってますだから楽しみたいと思います。もうすぐあと1年だし、1年もないし、きっと、まあ、楽しみましょうということで、もうそろそろ時間らしい。そういえばね、私スマホケースを変えたんですよって話だけさせて、ファンの子がくれたスマホケースが私が欲しかったやつなの。ドンピシャありがとうということで、ショールーム終わりたいと思いますじゃあね、ありがとうございました。また明日から頑張りましょう。バイバーイ、さようなら。